はい、こんにちは、ビッグボーイです。久しぶりにメトロエクソダス起動してます。前々から、予告されていたメトロエクソダスの追加 DLC ストーリーが、事前告知なく、突然配信されたんで、それを早速プレイしていきたいと思います。2つあるんだっけな、2つあるうちの片方が配信されてて、それがこれ2人の大佐っていう DLC で、もうプレイしていたのがだいぶ前だからちょっと忘れかけてんだけど、ノボシビルスク最後のステージだっけ、最後のステージに到達した時にいたちびっこの多分お父さんの話かな。で、そのメトロエクソダスの本編をクリアした直後ぐらいにいろいろ改善のアップデートが配信されてたみたいで、結構エイムがもっさりしてたからメトロエクソダス、その辺が解消されてたらしい。遊んでないから分かんないけど。じゃあ早速やってこう。 DLC、 我が娘アンナよ、共に旅する中で様々なことに思いを巡らせることができた。敬意、責任、任務、どれも大切なものに比べれば取るに足らない。大事なのは家族、お前だ。今頃気づいた私を許してくれ。この雪に埋もれた墓場を掘り返せば治療薬が見つかるというならそうするさ。アルチョンは罪悪感を覚え償いたがっている。償いに命を落とす結果にならないようにしないとな。大事なのはメトロに足を踏み入れたということだ。ミュータントなど取るに足らないが、地上の放射線は別だ。正直片道切符を買ったも同然だと思っていた。もうすぐって言ったけど、なんで機関に行くの？お前も頑固だな。任務だよ、あとは秘密だ。だが今は違う。キリルがくれた緑のやつのおかげで二人とも生きて目的を果たせるかもしれない。さて一等兵、アルチョムは言った。私も出発の準備をしよう。僕はどうすれば？ここに残れ。通信業務を一任する。作戦を調整するものが必要だ。できるか？もちろんできます。よし、ところで暴動の前はどんな暮らしだった？緑のやつがまだ行き渡っていた頃だ。まずまずだね。父さんは任務や巡回でいなかったけど。あまり顔を合わせなかったのか？いや、早く帰るようにしてくれた。特に祝日はね。最後の新年も一緒に。キリルのシェルターで話を聞くにつれ、ノボシビルスクメトロでの生活を思い描けるようになってきた。それはかつて私がモスクワで慣れ親しんだ生活に近く感じた。民間人が普通の暮らしを営み、力や能力を持つ者がこの世界の危険から民間人を守る。時には誰もが称賛する英雄として戦うが、大抵は偏僻な場所であくせく働くだけだ。メトロの生命線であるシステムを蝕むスライムや虫どもを焼き払ったりしてな。二人の大佐、あ、これはひょっとしてアルチョムが単独行動した後のミラーの視点を描いているのか、それともあのちびっこキリルのお父さん、お父さんも兵士だって言ってたけど本編で特に登場はなかったんで、その視点が描かれるのか。やっていこう。多分操作忘れてるな。1年前、よせ、月が逃げるだろう。火炎放射器はどこだ？こちらになります。かなり重いですよ。わかってる。圧力は大丈夫か？そのはずですが、どこにも必要なら
ントなハンドルで加圧してください。何かを成し遂げたいなら自分で動かねばってことか。よし、私は行く。頼んだぞ。地獄を見せてやります。もちろんです、大佐。ご分を。そちらもな。うん、この人物はやっぱしキリルのお父さんだ。おお、汚物は消毒行動すればいいのか。メトロ行動か。まあ解放者なら雲もね、余裕で焼き払えるでしょう。の前に多分オプションがいろいろ増えてるから調整しよう。武器はこれか。ライトがない。お、あ、燃やしてるね。ライトがないのか。これ暗いな。アルダーより全部隊へ。バカでかい虫がいる。気をつけろよ。こちらレッドワン、了解。レッドツー、了解。レッドスリー、了解しました。虫も嫌じゃ。これはここを焼けば。おっ、オッケー。おお、燃えるね。多分耐火性装備でも身につけてるんでしょう。おお、強いな汚染が。でも耐えられるならよほどいい装備なんでしょう。おお、マジで暗いな。ちょっとゲームの明るさを上げよう。どうだろう。あ、結構明るい。おお、ブン。おお、めっちゃ明るい。うわー、ムカデ、超巨大ムカデっぽい。メトロってほんと気持ち悪い。モンスターはこっち引けないんだ。あ、そうだ、水は溺れるんだった。あ、死んだ。これね、さすがはメトロね、気持ち悪い生物の多種多様さに関してはもうナンバーワンだよね。でだ、こっちだな。おっ、これ圧力命だからちゃんとチャージしとこう。この辺の、あ、燃料も落ちてんのね。こいつは燃えるやつだ。おお、必要なのは圧力のチャージだけか。わわわわわ、あ、ちゃんとリロードも必要だ。何がある。ちょっとね、視界が悪いんだけど、これ燃やしたってしゃあないし、これだね。ああ、おお、ついた。これフィールドならオイルを
オイルが必要となるやつだ。で、電気が通ったから、これも上げて、水路が開くと。OK。終盤のアルチュムとミラーは、なんとかこの程度の水の量であれば渡り歩いてたりしてたからいけるもんかと思ったんだけど、うわー勘弁してくれ。回復キット一つだからな、ダメージ食らいたくねえ。アイテムもちゃんと探していこう。ロッカーがあったから、こっちからアイテムを。ん？燃やしとくか。おお、おお。気持ち悪。ちょ、大丈夫。もうね、クリアリングしていこう。燃やしながら。よし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 。これは開かない。こっちが燃えるな。ほっ。ああ、なんもない。なんもあった。よし。このバルブは回せる。ん？何が変わったか分かんないけど、まあいいや。こっちは開いてる。進めるね。あ、まあ、なんかあんまり進みすぎたら戻れなくなりそうだからどっち行くか迷うんだけど、こっちは燃やしとこう。うわ、これチャージしてたらもう溜めることなく一気に放射できるな。若干火吹いてるもん、これ。おお。ここも蹴破る感じで。なんだこれ。そっかそっか、じゃあこれも圧力溜めまくってこれを明かり代わりにしちゃえばいいわけだ。ファイヤー、こっちから行ってみようかな。あれ、死体か。こういう些細な場所に何かイースターエッグとかがあったりする気がする。本編の方もね、なんだっけな、汚染分布の地図を探した時に、なんかいろんな年代のその地図が保管されてる倉庫に行ったことがあったけど、あそこもね、なんか過去作品のメトロが発売した年のところに小説が、原作の小説が格納されてたり、あとなんか他にもね、あの場所いろいろあったみたいで、わー、ちょっと不謹慎だけど2000年だか2001年の場所にあのアメリカの同時多発テロがあったんだけど、そこの場所に飛行機のおもちゃがね入ってたり、まあいろいろね、グレーなジョークがあの格納庫には
あったらしい。ちょっとそこまで本編見てなかったんだけど。あ、こいつらが攻撃してくるの？あ、これ敵や。あのデカブツとはそのうち対戦になるな。ちょっと見にくいけど、そこら中にちっちゃいモンスターがね、隠れてるからね、全力で焼いとこう。いわゆるこの大佐も、そのなんだ、キリルの言ってた緑のやつっていうのを服用してるんでしょう。よしよし、燃えろ燃えろ。あ、すぐ圧力切れるな。よし。おお、うわー、これ目の前に。アルダー、こちらレッドスリー、パイプが破裂、バリケードを焼き切るには爆薬が必要です。レッドスリー、爆薬はいらん。水流を止めるバルブを探せ。あるだ。さっきひねったのがあるけど。あるだ、こちらレッドスリー、バルブを発見しました。よくやったレッドスリー。おお、どどどど。お、なんだこれは。あ、武器か。武器を買いたい。アタッチメントが手に入るってことは、どっかに作業台があって、これを強化できるんだろうな。おお、これも燃える。どれが動く生物なのか。これ入ったら溺れるやつだな。またメトロの主人公さんたち、ほんとね、水に弱いから、水に弱いっていうか、まあ汚染されてるから、そりゃそうなんだけど。こっち行けないし。あれ、これ入って大丈夫なやつなわけ。いやー、でもさっきより水は減ってんのかな。よしよしよし、出てくんなよ。攻撃される前に燃やそう。とりあえずこの防護スーツの性能を信じて、放射能のことは気にせず行っちゃうよ。ファイヤー、ちょっと遅かった。アイテムも申し分ない、たくさんあるし。おお、何か持ってるな、あなた。あれ、これ行け、こっちから行けばいい。こんにちは。これがバルブだね。これを。よし。で、どっかで日記か何かを出せたはずなんだけど、この人は日記を持ってないのかな？ちょっと本当に操作を忘れてるんで。なんか忘れてたらごめんなさい。どこ行ける？ストップって書いてあるんだよね。これまさか、こっち行きたくないしな、行けても。あ、L2 で点火できるのか。あ、こんなところに、
こんなところにはしご。よし、キック、なんか出てくるんでしょ。これもこれ燃やしちゃおう。とっとっと、あー出てきた。よし、あ作業台、ただアイテムが全然、持ってる武器はこれだけでしょ。密閉加圧システム、ほうほう、空気損失がなくなる。小型タンク、これは整備が必要だ。今のところ大丈夫。ここにも何かあったぞ。あ、これが標準タンク。よし、ほんでこっちにドアがありますと。これは電気がついた。ロシア語が読めないんだけども、とか広い範囲で電気が通ったっぽいな。お、ああまだいる。だあ。急に避けれないんだよね。目の前に現れられたら。こっち行ってみよう。お、たくさんアイテムがありそう。ん？日記、現場監督の日記。あ、結構あるな、二人の大佐も。はい、アイテム。足場では足元に気をつけろよ。スライムが板の下から振り散らかしてても見た目にはわからない。足を乗っけた途端に真っ逆さまだ。やつは支えも食っちまうからな。見逃したら一大事だ。はあ、もしそうなったらケツを思いっきり引き締めろ。え、なぜです。虫が出る。スライムがいるとやつらもいる。でかいぞ。俺の腕より長い。お前が泳いでるのに気づくと体内に潜り込む。ケツから現代医学ではお手上げなんだ。唯一の対策は夜に奴が息をしようと顔を出すのと待つ。その瞬間そいつを掴んで思いっきり引っ張るんだ。あ、まあ、ひとまず虫で干潮することはないということね。はい、想像しただけでも最悪すぎる。よし、じゃあとりあえずここがどのぐらいの地点かはわからないけど、いい時間来てるので、じゃあ次回ここからさらに最深部へと進んでいきたいと思います。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。